ゃねです。ゆうちゃん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 と遊ぼゲームズ。はい、ほーれちゃんです。さあ、リアルタイム対戦なんですけどね、ちょっとね、先発変えてみました。青柳さん。石川選手の代わりにね、青柳さん入れてみました。いや、ちょっとね、BD で言ってしもてん。いや、正直ね、この、何はいはい、頑張ろう。いや、正直ね、撮影、すげえ相手。有原さんをね、使ってみました。うん。しれっとね、しれっとね。で、なんと有原対決になってボコ打ちされてっていうのがあって、うーん、ちょっとな、違う先発おらんかなってなって青柳さん使ってみようと思って、そういや阪神の選手俺チームにおらんかったなと思って、うん、いや12球団がね一番やっぱ作りたいなって感じなんやけど、どうなんやろ、次なんだラストボール、こい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 、さあ吉野さんからオッケー、ラストピン。いや、純正を目指す、純正はまあ置いといて、こう、リアタイでね、しっかりやっていくのに、こう、12球団のコンボっていうのはね、やっぱ夢、作っていきたいなって感じなんやけど、いやー、これがむずいむずい。アウトかよ。よいしょー。びっくりマークはダメです。嫉妬ね、うん、嫉妬したらダメ、なんか盗塁もったいなかったね、かい、これはこうだからセンターにさ、なんでこうなんか吸い付かれるように、うん、鉄カツオンかなんか発動しとる、びっくりするぐらいなんかそれを見てる、なんで振ってないかな、今離れたので、よいしょー、うわ惜しいピタピタじゃん、なんか嫉妬しか打てない、あーまあ一郎さんヒット一郎さんか、いや有原さんなどうしようかなと思って、うん、いや長後にならんことはないんやけど3体ぐらいはおるんかな、多分長3ぐらいはいけて、まあまあ契約処刑、契約書じゃねえや、待って限界突破コーチあれでならんことはないと思うんだけど、うん、微妙だな、有原さん。有原さん、使いたいなって、今、どこまでなってないんだよな。パワーカーブ高めからストライクへ。レッツゴー。ヘイ！ちょっと危なかったな。オッケー、ちょっともう1点ぐらい欲しいぞ。頼むぜ。よいしょー。なんでやねん。まあ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 、しょうがないしょうがない。いい感じ、いい感じ、いい感じ。もっと引っ張れるかな、ぐらいやな。今のさすがにホームラン持ってきてはったな。よしよし、やっと抜けた。OK、次。もう一本ヒット打って、点取りたいです。レッツゴー。よいしょ。うわ、なんでやねん、てっから。ここはチャンスですよ。森友哉さん。いやー、マジ？マジ、ちょっと詰まってる？はい、スリーアウト、OK。ちょっと青柳さん使ってみるわ。ゆうちゃんと遊ぼう。お、名人さんいいですね。青柳さん通用するかどうかいきましょうか。3割6分9厘か、いいね。しかも相手石川選手、高速シンカーと普通の遅いシンカーな。オッケー、頑張るわ。オッケー、いきましょう。お願いします。オッケー、石川選手打てるかな。はい、いやー正面なんよ、遅い、まだ遅いんかな、俺当てる位置が悪いんかな。どうだ、 OK、 超えていく、よかった、まだまだ行こう。いやちょっとボール球やけど、あぶねー、ギリー。 OK、 全出しのりさん行きましょう。ボール球ー、お手入れ。まあ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 、この青柳さんがね、どれぐらいね、こう、通用していくかどうかということですよ。まずは、高速シンカーでお見舞いします。オッケー。さあ、ツーセーブ。プンって、プンってよ。オッケー。これは、打ちにくいよなぁ。なぁ。ツーシーこれ、ボールになるからなぁ。オッケー。え、青柳さん、もしかして、
通用する？ OK 行きましょう。ちょっと俺勝たなあかん、勝たなあかん。1点取ろうぜ、1点、1点しっかり取っていこう。バファローズ得点に動きはありません。OKOKOK、よく見た。 OKOKOK、ボール球手出さなくなったよ。どうするんだい。ボール球やった、ヒットなった。あんなとこ行かんでいいな、ツーボールからなんかわざわざ。ボール球、最後ゲッツー。いやー遅い。いやーマジかー、やばい、チェンジアップはやばい、危な、危なかったな。ちょっと、いやこれ面白い、いや迷え、オッケー、迷ったら詰まる。え、強いかもしれん青柳さん。石川選手じゃなくてやっぱこの青柳さんのままにしよっかな。オッケー、でかい、今のでかいぞカズマ。いやもうここは終わらせにかかりたいな。ガツンといっちゃってください松村さん。ここで松井裕樹の登場。はい、ピンキレ祝宴全出し、えぐいてちっちゃなっとるミート。今の言ったらよかったな。最悪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 、ガツンと言ってない。これはちょっと森友哉でガツンと言ってもらおうか。うん、いやちょっといつものことさなあかんな、やっぱり坂本とか使っていかなあかんな。どうだ、タッチアップにはなる、タッチアップなるけど、なるけど1点ないよな、もう1点欲しいよな。いけいけいけ。いやマジなんでこういうの全部正面なん。バリ警戒、ゲッツーシュートいけ。うわ走ってきたし、いや怖いな。ここで勝負だ、 OK、参りました。取ってくれ一郎さん、 OK。 いやーまあでもやらない青柳さんの方がいいな。うん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 、全然全然いいな。石川選手より安定してるかもしれん。うん、これからのこの勝利数を考えると安定して取れるかもしれん。はい、まあ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 、ちょっとね、俺のあの選手でこう使ってみたらっていう選手いたらちょっとね教えてほしいです。はい、今ね S ランク選手はこんな感じ。はい、 S ランク選手がこんな感じです。いや伊藤さんもね、いいファス来たらほんまは使いたかったけど全然来てくれんしなって感じで。うん、有原さんちょっとあかんかったな、俺には配球わからんかった。うん、大竹、あ、高橋子どうなんやろうな、大竹さんとかどうなん。いやーちょっとね、いろいろ多分ね、いい選手がいると思うよ。はい、まあまあまあ、もしねこの選手使わないのって方がいましたらぜひね教えてください。はい、よろしくお願いします。この選手いいよとかありましたらお願いします。あのバッティングもね、この選手打ちやすいよとかありましたらぜひお願いします。それではこの動画が面白ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。お疲れさん、お疲れさん。結構おるな俺 S。